はいよ。今日はタイガーハンディングの撮影です。一日密着させていただきます。はい、今日バカハンド。今日は結構ノンストップって言ったんですよ。そうです。まあ、今ね合流したから知らんと思うけどね、昨日まで鳥取県に仕事で行ってたんですよ、はい、ちょっと地域活性プラスフランチャイズも有名な会社がちょっと集まって鳥取県盛り上げようみたいな、はい、テレビ局とかも来て、まあ、そういう会でして、まあ、子供を連れて子連れ出張行ったんですけど、うちが実家なんかあるんで鳥取地元なんで実家に預けてっていうちょっとバタバタ出張を朝5時半に起きで8時に乗ってでそこから11時ぐらいに帰ってきてこっちにずっとミーティング今日はですね皆さん11月の28日月末なんですよ。月末は全部の店舗の数字の確認とあとは今月どうだったかって振り返りのミーティングを絶対やってるんでそれがちょっと立て込んでるんですね。でそれをちょっとやりながら、まあ本当ね帰ってきたてでマジブスだったんでちょっと上本町の方には申し訳ないって感じなんですけどもうごめんねって言ったもんボロボロすぎて次会ったら可愛いよって言ってたけどすげえブスですいませんって言いながらミーティングして全部ミーティング終わって2時からちょっとヘアセットして3時ぐらいにちょっと撮影場所向かってで3時45分に虎の皆さん来てで6時16時から、4時から撮影なんで撮影が終わって19時半ぐらいに多分終わるからそのまま令和虎ラウンジで23時まで飲み会です。今回でなでしこ版3回目の収録ということでどうですか。いやー主催ってむずいなと思います。私これでいいのかなって結構迷いながらやってるんですけど、まあ、皆さんのコメント見ながらこれでよかったのかとかこういう風にしたらよかったかなとかってね実は皆さんのコメントで育てられてる感じですね。瀬名社長という社長をですねなんか私だけが一人で演じてるっていうかなんか一人でそのなんか振る舞ってるかっていうとそうじゃなくてなんか本当視聴者の皆さんに作ってもらってるなっていう感覚で毎回取り組んでます。前回一日密着、うん、今一番再生回数いってるところでは、まだ虎にふさわしくないみたいなことを言ってましたけど、うん、ちょっと主催としてなでしこ版もやってちょっと貫禄ついてきたんじゃないですか。まあ、貫禄は昔からあるんだけどね偉そうなだけの感じは昔からあるんですけどまあそうですね多少慣れましたね。でもやっぱ虎として出るのと主催としてやるのは全く意味が違う。全然難しいですよやっぱり主催の方が。でも困難なことだとかね難しいことやる方が勉強にはなるんですごい自分なりにパワーアップしてるなっていう感覚はあります。結構ねこの前の密着もコメントいっぱいいただいてね皆さんありがとうございます本当。でも言っときますけど別にちゃんとね切り抜いてるんで完璧に家事とかしてませんからね本当に全然無理できないよ。はい、ここがですね令和の虎の撮影会場のサンエイトさんです。見て私が撮影する時とかちゃんと私の会にしてくれてる。あ、なでしこ版にこういう心遣いそう優しいめちゃくちゃで、こっち本当は向こうが控えてたんですよなんですけどちょっとさっきも言ったように押してまだ撮影してるからこっちなでしこ版人材版志願者のところに虎の方がいます。あ、すみません、今日一日密着で密着お願いします。クリエミ社長です。クリエミです。実名です。山口社長です。実名です。肌がツヤツヤすぎて二人とも、いや、もう、クリさんすごい発光してます。今日はね、あと、この後、尾崎社長と、アイザイミ社長が来ます。あ、そうなんですね、はい。大丈夫ですか、ショット飲まない。ショット飲まない。飲んでるもの。専門の用意してます。今日は、この次の会の、次の、あまりにも緊張するんだったら、ちょっと飲めばっていう話して、この前のつつねえが、女子会の時、めちゃくちゃ面白かったんですよ。クリームさん帰ったの。めちゃくちゃ面白くて。クリエミのせいだよ。心配がかったよ。心配。クリエミ。それで酔っちゃった。
超面白くて、それでちょっと引っ掛けたなっていう話してて、私も一番最初緊張したから一番最初は飲んでたんですよ。一番最初皆さん緊張の和らげ方がすごい。そしたら司社長とかにそれ言ったらもう自分で飲んできてた橋本社長。みんな酔っ払いながらあの場にいるってことですか。酔ってない、酔ってない、あんなもんじゃ酔わないですよ、やっぱバカみたいに強いから。で一杯だけ飲んでちょっと緊張やらげたら、緊張してんだったらどうですかっていう話して、あの一応用意しておきました使うか使わないか自由だけど、そういつもこんな感じですか。そう、まあ、結構皆さんいい人なんですよ怖そうだと思うけどいい人だよね、うん、結構いい人、はっきりさっぱりしてて、うん、みんないい人、真面目だし、あと気合と根性がすごい。気合と根性はすごい、うん、気合と根性しかない、うん、そう、わかる全員そう、うん、そのこの顔で言うからこの顔にしての気合と根性しかない、しかない、しかないでできてるんだ、はい、気合と根性、気合と根性なん、はい、だけです、だけです、はい、もう言い切れるとこがかっこいいよねあ、わかりました。あ、ここ大丈夫ですか。めちゃくちゃ押してるんですよ。え、ほんとですか。こんにちは、嬉しい、お疲れ様でした。あ、ね、明るくなる、あ、明るい、うるさい、時間全然大丈夫、お願いします。乾燥しすぎてやばい、乾燥すいません、ちょっと押してるみたい、よろしくお願いします、お願いします、ちょっと押してて、もうすぐ、もう終わったんで、そろそろちょっと谷本社長がお時間あるみたいなんで、そうですね、ちょっとインタビューさせていただこうかな。今日は瀬名さんはなでしこ版。そうです、なでしこ版です。どうですか、なでしこの印象どうですか。なんかね、すごいきらびやかな世界で、まあ、女性で活躍されてる経営者ってやっぱ華やかし綺麗し、うん、あと匂いがいいです、まず。あ、それは間違いない、はい、僕たち今日あの人材版では結構ね、あの、まあ、年齢的には私よりも目上のご先輩方ばかりだったんで、ちょっとお匂いがちょっと若干違うかなと思いますけど、ケンタッキーの匂いしかしない。ケンタッキーはあの林さん、林さん大先生がウーバーイーツで頼んでもらいました。多分あのクリスマス前だからちょっとあのサービス度が上がってるなって感じなんです。でも男だけでクリスマスですよそうですね、ちょっと寂しいぼっちクリスマスです。はい、ここは撮影会場ですか。そうです。なでしこ版のルールはこの3つ、はい、サポートしますよと、はい、でサポートして虎の本家に出演できますよっていうのと、ごめんなさい応援できませんっていうのと、これが私だけのやつなんだけど、覆しちゃっていいですか、この判決覆しちゃっていいですかっていうやつ、まあ、こんな感じで、赤いはここ5枠っていう、5枠っていう感じでやってます。なるほど。で私実は今度ここにも挑戦しようかなと思ってるんで、はい、あ、岩井社長がいつもいらっしゃる、ではどうぞ。なでしこ版タイガーファンディング令和の裏です。イエーイです、イエーイです。ちょっとまだ慣れない感じでまずできる範囲から、こんな国を巻き込んで警察巻き込んでみたいなところからじゃなくて、でそこの段階をもう少し考えた方がいいかなっていう感じですね、はい、そこをね考え直してぜひね、ちょっとなんか夢物語とか怪しいから、はい、もう一回頑張ってほしいですよ。では以上、なでしこ版令和の裏でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすぐ虎の楽屋トークです。なでしこ版タイガーファンディング楽屋トークです。イエーイ。お疲れ様です。多分コアメンバー集めたんですよね。本当に思ってて、本当にあのこれに共感してる強い仲間がいないと話が大きすぎるから広めでなれないですよね。そうですね。実績も大事っていうことをちょっと考えて、もう一回ぜひ、ね、チャレンジしてほしいなと思いました、はい、ではなでしこ版タイガーファンディング虎の楽屋トークでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ドタバタですね。めちゃくちゃね、しょうがない、女性なんで、みんな女というのは準備が遅いとしょうがない。こんなに立て続けに収録するんですか。はい、そしてこの後ラウンジです。え、マジで顔の調子悪いよ。じゃあ2本目です、頑張ってください。
いやなんかね、世の中っていうか人生ってどうにもならないことってありますからね。でもその司社長とかもねよく話してるんですけど、やっぱりその苦しいことが起きるだとか不条理なことって起きるじゃないですか。でもそれは乗り越えれる人のもとにしかないかなとも思ってるんですよ。みんないろいろあるんで、だからこの点だけを見ると確かに苦しいことってあるんですけど、それでも前向きにねやっぱりこうやってチャレンジしようと思われたっていう姿勢に皆さん共感されたんじゃないかなって思いました。すいません、お待たせしました。じゃあちょっと楽屋投稿取ります。すいません、お待たせして。意味を解かれる回でしたね。なでしこ版とは一体何なのかっていうのをさまざまな角度で虎の皆さんが考えていただいて、まあ、それぞれの結論だったかなと思うんですけど、まあ、これを意味を持たせてやっぱりこの本家に出る前になでしこがあった理由ってここだったんだなっていうのをこちらが作れたらもっとすごく良くなるかなっていうのは総括すると思ったので、ちょっと皆さんもアドバイスいただけたらなと思いますので、引き続きちょっとあの岡部さんの挑戦をあの楽しみにしていただけたらなと思っています。それではなでしこ版タイガーファンディング虎の楽屋トークでした。これからレトロランジです。今日はここまで、はい、一日店長会なんですけど、まあまあ集まってくれてるんでよかったです。今日はなでしこの虎もいるんで、あ、そうなんです、行きましょう。はい、じゃあ皆さん今日はお越しいただいてありがとうございます。いい時間にしていきたいなと思うん でよろしくお願いします。じゃあ乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。会社長からお飲みいただきました。これはね、多分なでしこの虎の皆さんに会社長が遠隔でドンペリを入れてくれました。はい、社長ありがとうございました。ありがとうございます。林社長からドンペリいただいたんで、ちょっとみんなで乾杯できたらと思いますので、皆さん今日はほとんど身内の人ばっかりしかあのいないこじんまりした会なんですけど、あのいろいろプラスになるお話などができたらなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です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 。せっかくなんで、あの昨日 あのちゃんとためになる話もしながら楽しく飲みながらっていうの両方できたらと思って。あ、ごめんね、ありがとう。いいんですか、同性だけはするから。女性で仕事みたいなアイドルグループをやってます。仕事以外で出張することだったら遠出することがない。え、何やってたの。前、1日の着の動画がバカバカ回ったんで、その内容をこすりに行ったんです。一番真面目に仕事をするんですか。仕事以外だと恋愛とかってどこで買ってきました。それを知ってもまだまだ恋愛知ってないんですか。マスクの目で知ってません。いや、いい子でしたよね、すごくね。私痴漢されたことないからね、あのあれだったんですけど、やっぱりなんか声にならない声って絶対あると思うんですよ。幅が狭すぎ、多分実際にそういう風な当事者になる人って多分まだまだ狭いんだろうなと思ったんで、この当事者意識を持った人たちとタッグを組むっていうのもそうだし、もうちょっと広く防犯っていうところに対してアプローチをかけていけば変わるんじゃないのかなとは思いました。だけどすごくまあやっぱ01を作るっていうところですごくいいアイデアだったと思うんで、やっぱなんか諦めてほしくないなと思いますし、ただ私たちが全部のお手伝いを全てやっちゃうとなんかちょっとまた違うのかなと思うので、なので自分なりにやっぱり多少はいろいろ調べて考えてもう一回持ってきてほしいなっていうふうに思いました。それでは2人目の志願者に行かせていただきます。いやめちゃくちゃ泣いちゃいましたね、本当に。あのマジであんなに泣く予定じゃなかったんですけど泣いたよね、泣きすぎちゃって。私あんまりだから多分私が使い物にならないって岩井市長分かってたから多分回してくれたんだろうなって思ったんだけど、なんか弱いんですよねやっぱり。いろんな SNS 関連でもああいう実体験の方たちの話とかって私やっぱすごい共感しちゃうんですよね。で医療ケア児のお母さんとかの支援っていうのもやっぱ地味にやってるんで、勝手にやっぱ投影しすぎちゃった。だけど正直ごめんなさいになるかなっていう流れだったんですよ。でごめんなさいになったら
なんかあの覆す気もなかったんですけど、私以外のあの虎の女性の皆さんがあれだけ心を動かされたっていうのは、あ、なんかなでしこってやってる意味あるのかなって思いました。だからやっぱりああいう人たちを、まあ最初の方もそうですけど、社会的に意義のあることだとか思いが強いけど、でもこれマネタイズできないよねっていう方たちが何か形になるような座組を作るっていうのがなでしこのあり方なのかなっていうのは一つ結論として出たなと思うんで、まあそこをね、まあ多少なりとも一応虎なんで、私の力、そしてあの他の皆さんの力でうまくやっていけたらなって思いました。はい、ありがとうございます。あ、岩井社長来ました。岩井社長、岩井社長、岩井社長、奥に、はい、ちょっとなでしことかにお願いします。なんかまあ、トレとかそういうの関係なく、なんか人とのつながりだったりだとか、こうやってリアルでお会いしていろんなお話ができたりだとかってなかなか最近できてなかったかなって思うんですね。やっぱですね、そういうあのいろんな垣根をもう取っ払って、岩井社長もいらっしゃいますんで、岩井社長質問 NG ないんで。なんで僕の回じゃないのに俺が質問を受けたおかしいですね。あなたが質問を受けた。いや、私もないですよ。私もないですけど、そういうある種すごく、まあ、懐の広い、まあ、虎の皆さんもそうですし、方たちの集まりなので、まあ、いろんな疑問に思うことだったりだとか、なんで虎になったんですかみたいな話なんかもいろいろ聞いていただけたらなと思いますんで、今日は楽しく皆さんにとってすごくいい時間にできたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ちょっと適当に時間が来たら、セナさんとか僕とか、令和の虎とかに何か質問がある方はぜひ言っていただくように。優しい。お疲れ様でした。長かった長かったバカみたいに、今日5時半から始まって今12時半とかだから、こんな日は毎日じゃないですよ。でも今日はマジでちょっと忙しすぎたし、あの、なんでなでしこの撮影の後にレートラウンジでちょっと撮ろうって失敗した、マジ普通に間違えた。寒い。ゆっくりじゃあ休んでください。はい、もう息子があのシッターさんと一緒に待ってるんで、早く帰りたいなって感じなんですけど、でも皆さんいろんな境遇だと思いますけど、皆さん頑張ってると思うんで、私も頑張ってますんで一緒に頑張りましょう。今日はね、久しぶりの瀬名社長の一日密着だったんで、この動画がいいと思った方はグッドボタンと、そしてあれチャンネル登録の方、そしてコメントの方をよろしくお願いします。以上、瀬名社長でした。お疲れ様です。お疲れです。